元気が出る大チャンネル。大チャンネルご覧の皆さん、北川大輔です。今日僕は地元神奈川県足柄上郡松田町に帰ってきてます。動画350回記念ということで、今日は地元に帰ってきました。母です。まず今日は八戸木にあります八戸木神社の前に来ました。すごいでしょこの大杉、樹齢550年という、すごいねこれね。ねえ、大きいね。大きいですね。ご利益をもらって今日はね、新曲が発売になって2月の2日、ずっと2人、よし、行くぞ先生の作作曲ということで、頑張りたいと思います。今日はご利益をいただきながら、地元のお祭りが2つ、八戸木老梅祭り、そして河津桜の桜祭り、今日は2箇所、行ってみたいと思います。楽しんでくれね。はい。お願いします。はい。大チャンネル。まずはお参りしてから行きたいと思います。見えてきました。すごいですね。それではお参りしたいと思います。失礼します。よいしょ。頑張ります。さあ、会場到着です。いろいろ露店も出てるっていう話ですね。八戸木老梅祭り、いや楽しみですね。綺麗なお花が見れるといいですね。はい、yes. どうもご苦労様です。お世話になります。いつもお世話になってます、いつもね、北川大輔さんの歌、はい、いつも聞きたいって、あ、嬉しいです。ありがとうございます。感謝します、ありがとうございます、はい、今日ご苦労様です、ちょっと老梅見ていきま す, ます行ってきます。ありがとうございます。ご苦労様です。ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、上がっていくとすごい、もうあの山の上はね、老梅畑ということですね。すごいな、露天も出てるし。はい、それでは坂を上がってきます。はい、上がります。はい、はい、すごいね。もう皆さん行って帰る人は枝を持ってこうやってね、ほら、老梅祭り、みんな帰ってくる人はやってね、老梅の枝をもらって、ね、帰ってくるんでこれを見て、みかんもこうやって綺麗にね、たくさんなってます、はい、これ甘夏みかんだろうね。あ、そうだね。さあ頑張りましょう。もうちょっとね、はい、はい、はい、たくさんの人が来てるね、すごいね、はい、うん、はい、坂は上がっていますが、はい、今頑張って登るとね、この帰りは下りしかないからね当たり前なんですね。ね、見てよ、あの茶畑がね、足柄茶ね、茶畑、そしてもう見えてきました、この奥ね、この場所が老梅畑ですね。もうちょいです、はい、頑張りましょう、はい、はい、結構勾配だよ、坂だよね、すごいね、足柄茶、これね、茶摘みをして行って美味しいお茶ができます。すごいな、一面足柄茶畑、そして目の前にはもう老梅の梅園が見えてきました。わー、すごいな、いっぱい2万本だって、すごいね、楽しみだな。もう一頑張り、いくよ、はい、はい、はい、到着です。やった、よかった、すごい、もう賑わってるよ、すごい、ほら、無事に八戸木老梅祭り到着しましたね。今からちょっと行ってきたいと思いますが、はい、すごい綺麗らしいよ、すごいいいよね、これから見に、はい、行ってみます、はい、ありがとうございます。じゃあね、はい、お願いします。パンフレットと、そしてマスクね、いただきました。さあ、中入りました。まあ、地元のね、いろいろ並んでいて、うわ、もうほら
どこに行ってもローバイっていう感じ。すごい。わあ、綺麗。黄色一色。すごい、いっぱいです。いや、ほら、綺麗です。もう一面、ロウバイの、ねえ、すごいな。綺麗です。もう生で見ないとこの良さは分かんないかもしれないな。とっても綺麗です。観光客もたくさんいらっしゃって賑わってます。ヤドルギロウバイ祭り歌います。忘れられないあの子に似てる、揺れる眼差し生かしてる、恋に落ちたらあと年齢二十歳だぜ、バラの唇胸キュンキュキュン、見つめられたらあっちち、どんな恋してきたの、ボディのくびれが悩ましい、シェイク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 、返さないよ帰らないで、シェイク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 、お嫁においでよ I love you、 イエーイ、綺麗です。もう360度ロウバイすごいな、これすごいよね、あー気持ちいい、ロウバイのいい香りがね、ほんとすごいしてますけどね。ロウバイは雪中白菊といって、中国の伝統の雪が似合う花なんですね。水仙なんかもその中の一つなんですけど、このロウバイも有名ですよね。綺麗な、本当にあのいい香りがしてます。もう今日はロウバイに包まれて、ロウバイ祭り来れてよかった。松田町最高。ありがとうございます。ご苦労様です。賑やかでよかったです ね。ありがとうございます。じゃあお金払いますよ。いいですよ、本当に。はい、じゃあちょっとすみません、お世話になってます。ありがとうございます。ご苦労様です。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。いいですね、そんな。皆さん、めっちゃ恥ずかしいです。去年休んだから11回目ですよ。あ、そういうことなんですね。うん、でも全国いろんなね、たくさんの方が見に来てくださって、こんな綺麗ですよね。最高ですよね。その前はね、はい、2万5千人ですよ。ですよね。すごいですよね。今年はだから、はい、少なく見て、1万5千人予想してるんだけど、はい、もう1万超えてますか。素晴らしいですね。でもこれだけのロウバイがね、見れないですよね、普通ね。2万本って書いてありましたね。そうそう。松田で最高でしょ。最高ですよね。うん、そうですね。あの、誇れるんですよ。はい。そうです。もちろんです。地元大切にしたいと思います。ね、うん、そうだね。はい。北川さんの、はい、実家のすぐそばの、はい、スナック坂尾、はい、坂尾さんでお世話になってます。はい、毎回行っててね。本当ですか。北川大輔さんの新曲と披露して、はい、そこで100点をね、おお、3曲取って。本当はすごいですね。北川さんの、聞かせてください。北川さんの歌で100点を3回取って、はい、あ、すごい。ああ、嬉しいな。ありがとうございます。お疲れ様でね。はい、新曲がまた今度ずっと2人という ね歌で頑張りますので。今一生懸命覚えてますから、ね、お願いします。ありがとうございます。でも裏目って何？それはあの金沢発って歌なの。まあ、吉久蔵さんの作曲なんですけど。金沢発。そうです。またそれもじゃ覚えます。はい、ぜひお願いします。ありがとうございます。はい、広めなきゃ、そうですね、一生懸命広めなきゃいけない、ね、はい、感謝します。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいですね。ありがとうございます。どうもお世話になりました。いつもありがとうございます。感謝します。テレビ見てるんだけど一生懸命よ。はい、頑張ります。地元の恥にならないように頑張りますね。いやいや、お願いします。ありがとうございます。でもすごい賑わいでよかったですね。そうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日が一番最高じゃねえの。あ、よかった、うん、最高だ。はい、今日来れてよかったです。すごい綺麗ですよね。2万本割ってるって言ってましたね。手入れとかも大変なんでしょ。大変だよ、夏なんかね。ですよね。もう暑い時に。そうですよね、半日の作業だけど、はい、もう下手くそだ。ですよね、そうですよね。でもこれだけ綺麗にねされるのはやっぱり努力されていらっしゃって。そうそうそう、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝してます。
もう香りがいいですね。そうだね。最高です。最高です。独特な匂いでな。そうですよね。で、花の寿命が長いから。はい。12月半ばから2月半ば、3月頃まであるかもしれない。あ、そうなんですね。咲いてますよ。花なんですね。はい。全国からね、たくさんの方が。そうだね。ありがたいですね。いや、素晴らしいですよね。すいません、ありがとうございます。感謝します。また来ます。ありがとうございます。はい。お願いします。失礼します。ご苦労様です。地元のみかんですね。どうもお世話になります。北川です。どうもご苦労様です。どうですか、ご苦労様です。ありがとうございます。お世話になります。嬉しいです。ありがとうございます。どうもお世話になりました。ありがとうございます。イエーイ。でも賑やかで良かったですね。ね、そうですね。ありがとうございます。すごい素敵なものいっぱいね。あ、レモンもあるんですね。湘南ゴールドもバッチリ。あ、よかった。よかったです。はい。ね、やばい。はい、ご苦労様です。ね、ありがとうございます。すごい美味しいですもんね。キウイなんかもある。すごい。いろいろ地物の野菜とかね、米の子とかいろいろありますね。これすごいですね。これね。登り端の洋服です。はい。あの大和のファッションショーで出る予定だったんですよ。はい、ところがコロナで中止になっちゃったんです。はい、ああねー。ねー。まあ、いろんなことがあってね、辛いですよね。ご苦労様です。はいはいはい。これすごいんでしょ、これ。これすごいでしょ。これ。うん。これは洋服作ったり、この日光妃殿下のところから、はい、これ出たあれです。それを自分で隠し部で染めて。あ、すごいな。綺麗ですね。ね。このお着物も全部。そう、自分で全部やったものです。あ、すごい立派ですね。このネクタイの可愛いし。あの門が入ってるんです。はい、そうですね。本当だね。すごい ね。で、今ね、こんな素敵なものをね、すいません、あの、いただいちゃいました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ここに。いえいえ。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。はい。松田山から見る足軽平野です。松田山、ハーブガーデンです。すごい、景色がいい。そして、ほら見て、ハングライダー。この辺でよく、楽しんでる方がいらっしゃいますけど。景色も素晴らしいですよね。今日来たんですけど、桜まだなんですよね。まだまだこれからです。そうなんですよね。はい。2月11日からっていう話ですね。はい。わかりました。ご苦労様です。失礼します。ありがとうございます。松田山のハーブガーデンのところ、桜祭りに来たんですけど、なんか日にちが変更になってて、1月の29日からっていう日にちだったんだけど、変更で2月の11日からになってました。なんか今年はちょっと桜の咲くのが遅いってことだよね。遅いね、遅いね。ちょっとなんかね。ね。うん、そうじゃないと本当これはもう一体はもう本当にね。ね、桜並木だからね。この辺が、この辺がほら、もう桜がね、すごいバーっとね、こっちまで桜がガーって行くんですけどね。でも、この後ろ見て。うん、咲いてる。さすがに綺麗に咲いてますから。咲いてる。ね、綺麗。これが一番桜な感じだね。はい、これからいっぱい咲きますので。そうですね。はい、また来れたら来たいと思いますが。楽しみにしてます。ということで、350回記念。今回北川大輔新曲ずっと二人の発売に合わせてぴったりね、この地元に帰ってくることができました。じゃあせっかくなんでちょっとワンコーラスアカペラで。お前お前お前ばっかりを責めてるわけじゃないからね、だから泣かないでくれないか、俺も悪いとこあったさ、必ず夢は見せるから、ついてきてくれよずっと俺に、ついてきてくれよずっと俺に。吉木蔵先生作詞作曲、ずっと二人、北川大輔新曲でした。今日最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったと思われる方は、いいねボタン、そしてチャンネル登録、お願いします。